白いなと思ってね、うん、だから一番いかんだから全然ヒヒっていうのをちょっと勘違いしてるような気もしますよね、うん、そうですね、そうだし、うん、あの例えば山尾さんもねあの本当に立憲で会見とか、うん、あの言われてたけどもそのまあ前提となるのがね、うん、やっぱり憲法を改正というか正しいより正しい方向に持っていきたい改悪ではダメだということが一番第一条件だと思うんですよ、うん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 、でも今の憲法草案自民党が出してるやつを見たら全てが改悪なんですよ ね、 そ, うですね、それをねあの五条大臣に抱いてる自民党の改憲論議に乗っちゃうと、うん、数の力で負けてしまうからそうそう、うん、悪い方向に絶対行くんですよ、そう誰が考えてもそうなんですよ、ねうん、なんていうのかな事情作用っていうのも絶対ないわけですよ、うん、多分またあの安倍元総理が何かのなんかのリーダーになるとか言うてるんですよ、だから、岸田さんがなんか求めて細田さんがなんかそれを安倍さんに伝えて、うん、なんかの境内かなんかの仲になるらしいんですよそういうですね、だからあの人は僕だから見たら一歩間違ったらもう本当にダメになるようなところを歩いてる人だよっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、要は普通にやったら普通にマスコミが報道したらあんなにノーノーとしてられるわけがない人なんですよ、うん、だからこの前もね誰かと話し合っててねほらあの推定無罪みたいなことって言われるじゃん、うん、で安倍さんがなんかいろいろ言われた時に全て推定無罪やから何言うてんねんお前らはってよう言われたんだけど、だから推定無罪って何やということを考えた場合誰かが取り調べを受けていろいろやられてても逮捕されたとしても裁判でちゃんと決着がつくまでは、うん、無罪と推定しましょうというのは推定無罪なんですよ、はい、推定無罪の理屈があるからその人を取り調べてもあかんとかそういう理屈じゃないんですよ、うんうんうん、調べられたとしてもまだ決着はついてないからその人は無罪なんだよと推定をしましょうというのは推定無罪やから、うん、安倍さんを調べるというのはいくら調べてもいいわけですよ、うん、怪しかったら、そうですね、はい、で怪しかったら説明責任が、ね、果たさないといけないんですよ、はい、それ果たさなかったらより怪しいから、うん、より調べないといけない追及しないといけないのに推定無罪だから追及したらあかんみたいな理屈を言うてる人が多かったんですよ、うん、推定無罪はそうじゃないということをまず知ってほしいし、はい、もっと言えば法律学者的にもいろいろ意見はあるけどもとあの総理大臣というのはもう権力者最高権力者ですよ、はい、最高権力者に推定無罪 の, あの、うん、ものを当てはめていいのかという議論があるわけよ、うん、だって最高権力者に推定無罪当てはめちゃうと何もできないわけですよ、ね、うん、だから要はいろんな理屈があるけども安倍さんに対して僕は未だに何の説明もしてないことを説明してから憲法改正してくれと思いますよ、うん、だから自分が正しかったらでも説明できるんですよ、正しくないからできないから逃げてるわけでしょ、いろいろマスコミを使ったりなんか司法を使ったりとかして今の状況を作ってるわけじゃない、うん、でそのやり方ってのは人事異動でこう飛ばしたりとかあのそういうやり方でやってるのも見え見えなわけじゃないですか、はい、だけどもそれをさあの僕らはずっと訴えてるのにそういう声はもう全く届かずに、うん、まだそんなこと言うてんのかという白い目で見られながらという、まあ、僕はこれ一生言い続けますけども、はい、でも白い